まずはコストですね。コストの意味は何でしょうまあ、日本語になってますよね、すでに。まあ、経費。日本語でコストって覚えていいですね。簡単なものはどんどんいきます、えー。ディスクリプション。ディスクリプションの意味は何でしょう描写、説明。そもそも僕たちにはあまり描写って言葉がなじみがないので、僕はあの、まあ、ディスクリプションって言うと、なんか文字がこう羅列し、羅列されてるイメージを思い浮かべるんですけど、説明とかね。 えー、これ文献取ってみてくださいね。give、まあ、見た瞬間に2つ候補があるんですけども SVO と SVOO ですね。この場合は目的記号が1つですね。The Catalog gives a description だけですね。The Catalog gives a description of this product.Of this product っていうのはまあ就職。何を就職してるかというのはディスクリプションの説明ですね,あのね。就職っていうとこういうイメージがあるんだけど。 あの追加説明って簡単な感じなんですよね。ディスクリプションって言ったら漠然と説明って言うんだけど、えー、何の説明なのいや、それはオブディスプロダクト、このプロダクトについてだよとかね。あるいはこの,このプロダクト何って言われたらこの後に例えばさ、ダイエットのだったら、アバウトダイエットとかつけるかもしれない。そういう風にして追加説明をポンポンポンとしていくのがまあ英語のイメージですね。SVO の3文型 The c a t a l o g e はディスクリプションをギブする。そのカタログは えー、な説明を僕たちに与えてくれていると説明をしてそのこの商品の説明をしているってことですねこのカタログははい行きますパス小道ですねこれは一分岐だと SV のねえー、まああのウィンズっていうのは風とかねそういうイメージで覚えてる人はいるんだけどこれ同時で使われてるんですね 第一文型だから The Bus は w i n d する。で、まあ似たような単語で、あの、思想ラスで、えー、まあパラフレーズとしてこんだけ覚えてくれれば、覚えてくれるというか見るだけで結構なんですよ。全部覚えるとすると辛いから、まあ何回も僕たちが、あ僕がこういうふうに単語テストするんで、その過程で何回も何回も同じような単語を紹介するんで、勝手に見るだけで覚えるような状態にします。で、この、まあ、イン n あ Wind. まあ、ワインとかウィンとか分からないけどもこの動詞は、まあ、こういう感じのツイストをするってこういうイメージですねで。似たような単語でベンドとかカーブとかウィールとかスネークがあるわけですね。これはもう日本語になってますよね。メソッドですよね。メソッド、方法。えー、類語はプロセデュア、テクニック、タクティック、プラン、ストラテジー。タクティックっていうのは戦術っていう意味ですね。ストラテジーというのはトイック戦略論の戦略。カーフ。 関ですね。これは何文形でしょう、A、?3 文形ですね。SVO。毎回こう、あの就職後ってあんまり痛くないんだけど、M ですね、モディファイヤー、就職するものがあると何を就職しているのか、どこを就職しているのかってことをイメージできるといいですね。